蜂ね、あの、あるじゃないよ。あの、すき節のかば焼きセットじゃないよ、言ってるけど。ね、カンナーとかも有名やけど。ね。あ、そうそう、連合民主党合同コンパでね、カンナーとさんの牛ね。かば焼きセットはなかったんだな。まあ、うなぎ編までだったって聞いてる。その、やすき節のね。何やねん、うなぎ編って。やすき節ってのは土壌すぐでしょ。うなぎ編ってな。かば焼きって違うの？どういうこと？まあまあ、わかんない気持ちは。よくわかんないけど、参加してないから。伝え聞いただけだから。で、そのね、昔ね、じゃあ野球の話、続くと終わるんちゃうで。あの、志賀良太郎っぽい書き方。てか、源太郎って言うのかな、そのパロディーがね。さてさて。結局その、野球の黎明期っていうの戦前かな、まあ、やっぱりそのうんちく型が多かったんちゃう。それでもでも今は野球はね、ほんまにその今朝の中日新聞にはその中日 の OB の方かな書いてたのは、結局そのいかに平均を外すか、だから要するにこういった投げ方がいいんですよ、こういった打ち方がいいんですよとか、こういうふうなあの姿勢がいいんですよとかね、っていうのもあるけど、それは平均なのだと。プロ野球選手にとってそれは平均なんだと。じゃあ、勝つためには、いかに平均を外すかなんだよって書いてあった。うん。それ昔からそうやったんでしょう。でも最近、それが理論化されてきたんですよ。ついに論理学において、野球の論理学において、それが認識されつつあるんちゃう。実際活躍してきた選手はそれだったのに、それが言語化されてなかっただけって言うんだよ。でしょ？知識になった、これみんなね。だけど、じゃあ知識になったからってプロ野球で活躍できますか？なそんな無理やな、スポーツなんてなんか特別な独特やん。だって体使うやろ。それとパピシャクの世界も特別やな。そうね。他にもいっぱいあんねんで、特別な人が成功する世界って。音楽もそうでしょ？芸術もそうでしょ？小説もそうじゃない。アニメ、コミックもそうじゃない。ゲームもそうじゃない。まあゲーム知らんけど、集団で今作ったのか知らんけど。元ネタね。ゲームシナリオ、あの、募集とかあるやん。な？あんなの特別な人ちゃうもんだろ。実際に生きてる。いろんなとこ、ゴーン、ゴーン、ゴーンってぶつかってきてる人が書いたシナリオ面白いの。そんなん避けてる人より。でしょ？ゲームのことで悟るなよ。情けねえわ。な？それ昔なんかな、そんなロックでそんな悟ったんやけど、それも周りの大人から言われてね、そんなことで悟るのって、もっと真面目に働けって言われてね、仕事で悟りゃロックなんかよりって言われたら、今ロックでそれ悟ったら、まだかっこ悪い時代。もうかっこよくなったん、それ。じゃあ次の時代はゲームでそれ悟ってもかっこいいのか？どんな形になっていくの？極力その体使えへんのか。ロック使ってるじゃねえけこれだけとかよ。さ、武道みたいに、歌手はな、ダンスする歌手はそれは、でも、やっぱりマイク。でも、マイクの周りうろうろ。どうやったらいいの？じゃあ、野球どうですか？野球界ってめっちゃ同じような動きばっかりや。だから、故障すんねんで。まあ、もちろん、剣道柔道も故障しますが。それは相手に下とかバーンって打たれるからやろ。嫌だ、剣道ちゃうと言わなくて。今のはな。剣術だったら、形としては。それから剣術でもないわ。戦場やな。新選組。引き切る。日本刀はな。市内を引き切るんちゃうと言ったけど、どっちか言ったら、月に見たバーンって。剣道はな。日本とはそんなんで殺され、殺せへんないと。うわーって聞けらんたら。な何をやってんねん。とにかくそれとも同じ動きでしょ。じゃあ、もっとバランスいい動きってダメだったんて。あ、いつもの送りでございます。ダンスは確かにバランスいいわ。ね。人間しかできない動きが多いし。ね。でしょ。じゃあ、ダンス以外って、あんな人間以外のできる動き、デフォルメされた動きが多いねんな。どんどん退化していくよ。ダンスしてくれるんだ。なんか
キリストもそう言ってない？最後もうしゃあない、ダンスしようぜって。そういう意味だね。チークちゃうで。いきなりチークだけ求めて変態つけ。だから、硬さうのよ。んで、急に。飲み屋で。何も触られる気持ち。ほんまいで。めさ触られんねん。触りたくなるの硬かな、でも。な。ほんで、結局だね。何を悟るかっていうか、その、結局その、平均をね、逸脱することが、勝負、勝利の鍵である。っていうことね。やっとプロ野球が気づいた。なんでか言うとろ、その決まりきった動きが多かったからじゃん。プロ野球でも野球って。例えば、打者がね、ピッチャーのボールをね、パーンって打った後、そのバットをバーンってそのキャッチャーにバチカーンって当てて、それからそのピッチャーをその打ち返して、それがパーンって左中がバーンと抜けていて、そのままでダッ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 てピッチャーのとこ行って、バカーン、こんなスポーツちゃうやろ、例えば。じゃあ、いかに総合的な運動じゃないかってわかるやろ、野球なんて。戦場の比喩なんかじゃないやろ。サッカーも。で、それ、例えばその、テレビつけてそれやったら引くやろ。ところが、じゃあ、スタジアムでそれやってくれたら引かへんねん。盛り上がんねん。何されてダントやの。終わったらよろしいよ。